高一です。よく LINE している女友達に水族館誘いました。 OK もらえたんですが、これは脈ありですかってことなんですが、少なくとも脈はあると思います。女子はですね、その嫌いな人と水族館は行かないと思うんで、脈はありだと思うんだけれども、ただこれポイントがあって、ちゃんとね、相手に脈ありかどうかっていうのを見ながらやらないといけないんですよ。要するに水族館行ける時点で最低ラインはクリアしてます。例えばご飯とか誘うときもそうなんだけど、ご飯誘って二人っきりでご飯に来てくれた時点で最低ラインはクリアしてます。ただこれはじゃあやれるとか付き合えるに即決つながる方はそうじゃないんですよ。簡単に言うとセンター試験を突破したみたいな感じです。受験で言うとまだ二次試験が待ってるわけなんですよ。だからそこでどういう会話をすることによって相手の心の中に入っていくかってことを学んでから水族館に行けば完璧だと思いますね。はい、これはね、モテる人の話題についてDラボでも扱ってますんで、モテるとか検索してもらうと出てきますんで、それでちょっとやってみるといいんじゃないかなと思います。はい。